新京医科大学は、新京をウイグル自治区ウルムチ市に本部を置く、中華人民共和国の公立大学である。1998年に設置された。創立から60年の間、新京医科大学は、中国各地の行政の長のみならず、中国共産党の指導層からも注目を集めてきた。5万人以上の学生が新京医科大学を卒業している。医学、経営学、 外国語の3分野をカバーし、学部には25、院には17の専攻がある。新教医科大学は、前身の新教医科短科大学に、漢方医学部を加える形で設立された。新教医科短科大学は、毛沢東総書記と、州恩来首相によって、ソ連の援助による、第一次五か年計画の重要事業として、設立された。学部生、一万三千人院生。 2039人1520人の常勤講師がいる。内訳は、119人の教授、500人の准教授、63人のドクター・アドバイセス、425人の塩田だを、52人の中国政府からの派遣、14人の自治政府からの派遣、2人の中国衛生部からの派遣、新治安メディカル・ユニバーシティ、2008年11月7日閲覧。 シンチアンメディカルユニバーシティ。千2008年6月14日閲覧。http://www.xjmu.edu.cn。ありがとうございます。